はい。はい、皆様こんばんは。今週も8時になりましたので、定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いします。毎週説明しておりますが、21時から、ミニ大会、予定しております。21時過ぎになると思います。それまでは野試合の放送、野試合の様子を放送いたしますので、そちらお楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。Thank you.
Let's go!
Fight!
Round two, fight!
Attack! 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 Att
Thank you.
い。
Yeah!
というわけで皆さんこんばんは。本日2018年の6月29日第81回ですね、四季の細道始めたいと思います。どうぞ。HP 側猫侍さん、ガイル、 2P 側千本さん、ベガですね。初参加ですかね、ヌコ侍さん。開幕は、飛び込みからの投げ、後ろに回ってダブにソニックを避けていく、サイコヌコ侍さんがガエルですね、千本さんがベガ、踏んでいく。さあどうする。最後はナイトメアね、最近ちょっとね、実況とか解説も気をつけないと怒られちゃいますね、叩かれますからね。いやー、タコ様以下ですからね、僕なんてね、ちょっとどうしようと。ただ画面見たまま言っててもダメだし、そうですね、かといって間違ったこと言ってもいけない。ダブル2、はい。千本さん勝利で、ヌコ侍さんすいません抜けです、ありがとうございます。2周目またお呼びいたします。はい、続いて、3人目、破天荒さん、スピーカー2人目ですね、破天荒さん、選んだのは龍。開幕お互い見合ってダブル2が刺さった。なかなか波動拳が打てなかったですね、やっと一発打てました。即死ありますからね、打つ勇気がないですよね、なかなか打つ勇気になれないときがあります。そして真空で削っていく、ナイト、デビリーバス、ダブル2、勝利、最後は勝利拳。今何か出していたのか、足が出てたような気がする。開幕最高オバ、昇竜拳見ていた、波動拳ヘッドプレスから、お、中断、昇竜打ってしまった感じ。開幕ダブル2、画面端厳しいのがある、波動を打っていくしかないと思われる、みたいな、もう保険ばっかりですからね、もうおっさんになると。お、リバーサー竜巻でうまいこと逃げた。さあどうする、波動拳、お、踏ませた、ダブル2、失礼しました、ナイトメア、千本さん勝利。続いてデンさん、あれ千本さんメインキャラはベガじゃないですよね多分ね。かなりこなれた動きをしている。あ、デンさんも選んだのはベガ、同キャラ対決ですね、これは。あ、開幕お互いダブルに、お、うまい、中盤で拾っていく、ダブルにカニで押していく、お互い画面の押し合い、お、投げた、画面端を詰めたが、逆に詰められ返す、最高、しっかり見ていた、あ、デビルリバース、最後は投げ、これ今黒い方で今ラウンド取った 2P 側の方が千本さんですね、そうですね、千本さん、はい、茶色い方がデンさん、茶色ですかね、茶色っぽい、はい、明るい方の色ですね。
ベガベガはうまくやるとこの壁端で壊しナイトメアでハマるらしいんですが、ですね、私一応脱出方法はあるはあるらしいんですけどね、お互い知ってると思うんで画面端にはなるべく行きたくない感じですよね。ちょっとゲージ内で画面端はなかなか厳しいものがあるので、若干ゲージリードしてるのはデンさん、ホバーをガード、さあゼロドット、時間もない、お対空オーラパンチ、ガベガを通常対空はなかなか珍しいですね。そうですね、対空ないない言われてるキャラですからね、なかなか、まあコマゴもあるんですけど上向いてる技がそんなにないので結構いろいろ使い分けないと。そうですよね、まあ、空対空ですとか、おっとめくりから4段、最後は持続の長いホバーを当てて勝ったのがデンさん。そうですね、デンさんが勝利、続いて瀬尾さん、やっぱあれですね、順番なんかやっぱセロテープ山本並びますね、結構ね、ちょっとちょっと大会的にはあんまり嬉しくない、作為的なものを感じますよね嬉しくないんですよね、まあ、あの大きい大会であのジャイアン KKY が実況なのに同じチームにいて2人揃っていなくなっちゃうとか、あのあれよりはいいんじゃないか進行的には嬉しくないところですよね。しかも上位まで勝ち上っちゃ そうところですよね。はい、できる間に画面は、瀬尾さんのベガ、あごめんなさい、瀬尾さんのガイルですね、ベガ対ガイル、1本目、デンさんが取りました。2本目、ベガの試合は早い時は早いですからね。そうですよね、ホバーガード、ソニック飛び込み間違えて食らっちゃったと思ったらね、そうですね、そのまま死にますからね。そういうところもあるんですけれども、やっぱり無敵技がなかったりして脆いところがあるのもベガ見ていた、サイコニースサマーガス刺さった形すら、ガイルでジャンプ小径で飛んでいくのがちょっと珍しい感じがするんですけれども、あーめくりじゃなくて、はい、そうです、正面、さあ最後は苦し紛れのサマーにサマーを乱れていた、デンさんベガ勝利、続いてハクさん連勝ですね。ハクさんは選ぶのはキャミー、なんか久々の気しますね、キャミー使う、そうですね、ハクさんもなんか3キャラ4キャラ使えるので結構その時の気分で混ぜたりしてますが、今日はキャミー気分、そうですね、なんでしょうね、やっぱりサッカーフーリガン、キャミー、そういう連想ゲーム的な、なるほどなるほど、いい連想、さあフーリガン、言ったそばからフーリガン、はい、先ほどニーヤさんがちょっと老人にあの技はきついの で、 あの、ね、イエローカードって言ってましたね、優しくしろと、はい、いうね、あれがありましたね、見てから反応できない技は卑怯だと、そうですね、はい、読みでしか反応できないんですよね、ほぼね、いや、見てからできるんですけどねあれ、そうなんですか、お若い方は見てからできます、お若い方はできるらしいですよ、なるほど、はい、かなりベガが押されている、そうですね、お、投げ、今の謎行動、ヘッドプレスにバックジャンプ着地投げ、かなり難しい行動を犯して、さあ、これは正面、おっと、今のなんか多分見てからではなくて先読みバックジャンプ中盤ですね、ベガとかベガだとできる形ですよね、多分ね、ベガジャンプ早いんで、そうですね、はい、スパイラルめり込んで中足サイコ、めくりはガードして、ドライブが削れずで使ってしまった形、さあ残り14秒アディショナルタイム、そうですね、さあ時間稼ぎです、パス回しでこう、はい、もう客席もブーイングです、そうですよね、まあ当たり前なんですけどね僕全くサッカー見てなかったんですけど、はい、そんなあれだったんですか、あ、僕もアメトーク見てたんで、あ、なるほど、あ、でも最後の方はちゃんと見てましたよ、なるほどです、はい、まあなんかあの微妙な空気になって、はいはい、はい、
あの、日本はなんかどうも計算したところ、これいけるんじゃねって感じで時間稼いで、まあ、結果何でしたっけ、予選リーグは抜けたんですか、はい、あ、そういうことですね。で、相手がもう勝っても負けても目がなくてとか言ってるうちに電算連勝ですね。電算勝利で、続いて青木さん、はい、続いて、青木サイクロンさん、さあ、デンさん VS 青木サイクロンさん、吸っていく、あれ、重ね損なうとちょっと宙に浮いたダブル2位がそのままめり込む感じですね。ちゃんと重ねれば出ないんですが、相打ち取って壁橋、ね、スクリュー、ね、もうガードした段階で死んでる感じです。これですよね、ちょっとうまいことダブラリかなんか、あの、かつらせてこかしてみようみたいな。そうですね、立ち系にはダブラリ、ホバーなんかめり込んだらこかして、なるほど、ガードして、さあ、得意の立ち台パンチ、そうですね青サイダイナマイト、レバーも入ってるんですよね、多分ね。そうですね、気持ちが入ってます、気持ちが、お、フィニッシュは、さあ、勝ったのは青木サイクロン、はい、青木サイクロンさん勝利で、続いてケンさん、ラウンド1、はい、そうですね、続いて、ケンさんですよね、旧池袋勢対決ですね、これケンさん龍、お、青サイさんの得意な同意ですね。なんか結構この辺にはね、あの、アメリカみたいな都市と同じ名前のところがあったりなかったりね。お、うまい、今のは着地に中腰を重ねていく、ついガードしてしまいますよね、あれはしゃがみガード、スクリュー、さあどうする、上からいった、出た、アボサイチョップ落としていく、シンクはガード、結構飛びますね、ケンさんの竜結構飛びますね、青サイチョップがあるのに飛んでいく、青木サイクロンさんからめんどくさいとの、青サイチョップ結構リスクリターン噛み合ってないところあると思うんですけど、ね、いや、そんなことないですよ、そんなことないですか、ちゃんと出れば 100% 落ちるんで、あ、なるほどです、ね、はい、おっと、上りのロケティア結構独特な攻め方されますよね、ケンさん、おっ、パワーボム、フライパワーボム、はい、青沢さん勝利で、続いてエクスパーさん、ラウンド1、はい、はい、続いてエクスパーさん、プレーはまだありますね、はい、さあ、青沢さん得意の道義戦が続きますね、道義戦ですね、なるほどですね、大喜びですね、大喜び、はい、もうね、替え玉 OK のラーメン屋に行ったような気持ちでしょうね。そうですね、はい、替え玉無料で、替え玉無料で何倍でも、はい、何倍でも龍が食べられる、ただ残すのは禁止なんで、食べ残しはいけないです、食べ残しはいけません、やっぱり食べ放題、そうですよね、はい、あれ、ちなみに僕、あの、あんまり見てないんですけど、剣ってどうなんですか、青沢さんやっぱ得意なんですか、剣性も割と好きですよ、あ、なるほど、でも多分龍のが好きでしょうね、あー、なるほど、と言ってる間に、さあ、謎の垂直ジャンプ高め大キックか何かで、うん、フィニッシュ技がなぜあれなのかはちょっと不明ですけど、次のラウンドへの伏線が何かだと思いますね、なるほど、さあ、今の勇気がいるんですが、バーに行った、バーに締めて落としていく、安全重ねから昇竜ガードして、おっと、上り台パッチ、あー、出たか、エクスパーマジック、戻りに入りましたね、さあどうする、あーっと、ダブラリー引っかかる、たまらず飛んだところに下がりダブラリー、青沢さん勝利で、友田さん、ごめんなさい、クレジットの方お願いします、ラウンド1、はい、
まさかのまさかの大沢さん、友田さんがチュンリーで入っていく。友田さんエントリーするときになんか今日はチュンリーとベガで行きますって言って、はいはい、圧倒的に五分ですって言ってたんですけど、ちょっと意味が分からなかったんですが、何かの五分なんでしょうね。何か五分なんでしょうね。あーっと深めのジャンプ大パンチ、地上にいるかと思いきやジャンプしている。電キャンジャンプ的なのやっぱりね、ザンギ使いさん皆さんうまいですね。はい、青サイさんはあんまりやってるとこ見たことないですが。なるほど。はい、知らないんじゃないですか。知らないことはないんじゃないですか。なるほど、たまにある。なるほど。おっとスピーバーで謎のスピーバーが多いが、戦列ナイスガード。逆にスピーバーあまりないですからね、出す人いないから。いっぱいいる。結構どうするのって感じですよ、スピーバー。さあ垂直対空、チュンリー、あれがおっとダブラリ。さあ上からいったが、青サイミドルが、なるほど。はい、青サイさん勝利で、続いてスルデブさん。スルデブさん選ぶのは、おストレートで同キャラ選んだ。ザンギザンギそうですよね、先出しなんでもうキャラは決まってるんですよね、皆さんね。で選んで入ったわけではないんですが、さあ上からはめていく、上から下からはめていく。さあどうする、最後もストレート、はめは良くないぞと青沢さんが言っている。この同キャラ対決、ハメなしだと成り立たない気がするんですけど、青サイチョップ負けた。なるほど、青サイチョップ別に無敵じゃないんですよね多分。青サイボンバーやばい、あきっちりいかれた。セロテープザンギ勝利。ですよ。さあ、スローテープザンギ対、山本さん、ほぼ山本さんが、ホンダにカーソル合わせてニヤニヤしていましたが使えないとさあチュンリー、さあザンギチュンリーはですね、弾と、対空で終わります。さああんなことやんなくてもザンギは近づけません。さあ、しかしチュンリーは対空強いんで、さあ、弾を打たないスタイル。さあ、あの歩き弦が強い。さあ、伝承かさ当たりだが十分。さあ、画面端は危ないんですけど、おお、シャーガチュー強し。ザンギ側は、飛行剣をね打たないチュンリーには結構近づきやすいです。さあなんか出なかったみたいですね。さあ画面端ちょっと危ないかな、テンションを貯めてないとやばいっすよこれ。あーめくり。さあセロテープザンギが1本取り返して1-1。さあ開幕飛行剣、しかしダブラリで避けている。さあバニシングが噛み合ったがちょっと遅い、あれ先読み気味に、ね、置いとかないと、弾の後の隙が少ないキャラには何も確定しないです。あれ先読み気味に置いといて相打ちで消したら次はザンギが有利と。さあこの場合になっても気候剣はやめない、そうやめないで、対空は対空間違えるとねちょっと危ないですけど、画面端いっちゃうと。さあそれ以外なら、さあジャンプ中キック強かった。さあ次は俺か。
さあワンピ側は、黄色いザンギフカワシムですね。さあ飛んで飛んで上から、じっくり詰める、高めから一回回してローを重ねる振り、ちょっと下がってボディープレス、さあ気候圏、気候圏は見てから対応しようとしても結構球がでかい、ダブラリで回れば途中で消えてくれるんでまあまあいいんですけれども、さあが通ってピオルまで、さあ今 FAB 溜まってましたよ、戦列は使わせる、さあ一発圏内飛び越えてスクリュー、勝ったのはカーシム。はい、続いて、2周目ですね、2周目ありました、ヌコサムライさん、ヌコサムライさん選ぶのは2キャラ目はサガト、お村里さんとやってっから、うん、聞いたことある、なんかさあ、川島さんが自信がありそうなことを言っているが、サガットザンギどうなんすかね、いい勝負って言われてます。なるほど、球がある分サガットの方が有利な気がしちゃうんですけどね。タイガーミドルキックな、短く見えて意外と長いですね、ミドルキックね、見た目よりは長い、いやザンギのミドルは超長いですよ、長いですか、龍拳使うと分かりますけど、あの、はい、ダイヤシーの外から蹴ってくるんで、あ、なるほど、はい、じゃあ見た目より全然長いですね、全然長いです、 S まで短かったんですけど、はいはいはい、X 長くなって、かなり地上戦で強い技ですね、だからダイヤ縛りとかに勝てるんで、まあ、ベガのミドルとかに、まあ、似たような感じと思ってもらえれば、なるほど、はい、ベガのミドルはでも見た目からして長いですから、そうですね、はい、で、カシムザンギ勝利で、続いて破天荒さん、はい、選ぶのはリュウ、おカシムザンギとやってっからってやつですね、波動拳、さあ破天荒さん、はい、何でしたか、波動拳2回打っちゃダメみたいな、打つ必要がないみたいなのを言ってる人いましたよね、まあジョギナーチガードした後どうたらこうたらいうのはなんかありましたね、ただ癖で打っちゃうんですよね、理由使いは、そうでしょうね、打ちたいんですよ、まあ、でも飛びが届かないところで打つのは悪いことじゃないんですけれども、ドンピシャでダブラリ出されて、そうなんです、ね、画面に波動が残ってる状態でくぐられちゃうと、次の波動が打てない状況で歩いてくる残業を対処しなきゃいけなくなるんで、はいはいはい、まあ、そういうのを嫌うっていうのはありますね、そうですよね、わざわざフリーフレームを作る必要はないよってことですよね、そうですね、自分で玉キャラをやっぱちょっと使ってみると、その玉が画面に残ってる状態で次の行動どうするかっていうのは一つちょっと考えなきゃいけないところなんで、ガードしがちになっちゃいますよね、やっぱり、まあそうですね、特に竜なんかはファイヤー波動拳が打てれば結構、おっとかなりの揉み具合残ったが、あっと揉み具合は良かったんだが、さあどうする、こうなると高田天体キック、あっと、あっ、ダイヤ足払いに合わせていく、はい、カシムザンギ勝利で、続いて、千本さんお願いします、
千本さん選ぶのはフォーク。お、ザンギ対フォーク、これも伝統の一戦な気がするんですけどね。そうですね、かなりのクソゲー具合そうなんですよ、あまり練り込まれた感じしない感じ。なるほどですね。そうですね、あの、いや、プレイヤーのあっと、ピヨっている、ピヨってところにフライングパワーボン、なんかはめるかはめないかみたいな感じで、はい、やり方次第なんですけれども、お互いがじっくりいったりするとまたいい勝負になったりすることもあるかもしれないんですけど、どっちかが露骨にはめにいったりすると、なんかはめるかはめられるかみたいな、なんかそうですね、はめるかはめられるか、はい、今みたいなやつですね。こういう感じまっすぐ行かれるとザンギ側はこれ周りはザンギのが広いんですが、ザンギの方が広いんですね、はい、なるほど、ザンギのが広いんですが機動力がありますよね、フォークの方が、ね、圧倒的に。それからぴったりの距離に調整するのは意外と難しくて。なるほど、はい、一つって、あの、1ドット単位できっちり調整することってほぼ不可能なので。そうですよね、はい、だいたいスクリューの前の時はあのザンギ側も回されるぐらいの、あ、お互いだいたいそんな感じですよっていうところです、ね、そうですね、セットプレーできっちりやるとザンギだけ一方的にはめられる前になったりとか言ってるうちにドロップキック、ぴょんぴょんプレーが通って、さあ勝ったのは川島さん。ラウンド1ファイト。はい、続いてですね、川島さんが勝利して瀬尾さんですね。さあ連勝中のカワシムザンギに入ったのは瀬尾さんのベガー、ね、おっとはめ損ないからダブル2もらって、逃げ中キック安定、スラが入ってまた逃げ中キック、今ダブラリ出てましたがちゃんとやれば潰れます。なるほど、ダブラリの方が強い、ダブラリに負けます。あ、ダブラリ、あ、ダブラリが負けます、が負けるんですね、はい、なるほど。ちゃんとしゃがんでるザンギに当たるように逃げ中キックを当てるとダブラリも当たらないんですね。じゃああれじゃないですか、ガード安定になっちゃうんですよね。ガード安定じゃなくて、はい、あのベガ側の安定行動です。あー、なるほど。ベガ側が逃げ中キックしてノーリスクなんですよ。お釣りないですもんね、ザンギ。お釣りがないので、でザンギ側はタッチガードかしゃがみガードを選ばなきゃいけなくなる。なるほど、なるほど、はい、でしゃがみガードはあのコンボにつながるので一発ピュールとかがあるんですけれども、ザンギ側が、まあ、結局しゃがんでるとそれが逃げ蹴りが当たると。なるほど、最後はナイトメアで削っていくで、セオベが勝利でハクさん。はい、セオさんとハクさんのキャミン、ハクさん2キャラ目のキャミン、そして先ほどもベガとやってましたね。さあ続けざまにベガ、おさあ歩きキャノン入って引っ掛けていく。これコンピューター戦だとベガが結構地獄なんですよね。なるほど、コンピューターキャミーにベガが仕掛けると突進技全部キャノンで切られるんですよ。なるほど、はい、ダブルニーとサイコを使えない状態でキャミーと戦わなきゃいけない。エスパー性能が高い、高いですね。ここはそこまでではありませんが、あれ、キャミーもベガもお互いゲージはある、ゲージは立っていますね。なるほど、さ立っていますが、この状況からちょっとノーダメージで相手に、さあ時間がないぞ、時間がない、タイムオーバー、今ちょっと定番のやつでしたね、うん、ヘッドふわっと前に近づいて着地ダブル2でした、ナイトメアだったんですが、さすがに手は出さなかった。さあフーリガン、フーリガン投げて、投げ、まだフーリガン、おっと落としていく、投げ、
いややっぱ振りが早いっすよ。早いです、老人殺しです。相打ちからの超えられろ、ダブルに、おっ、キャノンスパイク入ってる。あ、しかしない、ナイトメアが待っていた。ダブル2をガードさせた後にちょっとベガは難しいですね。キャミーがフーリガン仕掛けてくるかもしれないけれども、キャノン打ってくるかもしれないみたいな感じで攻めてるのに逆に委託を食らう、今みたいな感じです ね、 そうですね。キャノンだと動くともらっちゃう、動かないとフーリガンだと食らっちゃう、またキャノン食らってしまう。やっぱり一度近づいた後離れるときどうするか、我慢してガードしてるのか、それともバックジャンプするのかで、なぜか攻めてるのに逆に抱くをもらうような感じ。なるほど、確かにそうですね、さっきから見て、はい、難しいですね。そうですね、じゃあメガノは多分ちょっと他のキャラで食べてやりにくいんじゃないですかね。さあ最後は立ち台系、はい、セオベが勝利で、続いてデンさん、はい、デンさん選ぶのはリュウ。めくり竜巻、細かく刻んで削っていく、きっちりガード、上り中盤3発拾って痛いですね、投げるコパ、空振り投げ、ダイヤシが入って、さあめくり竜巻引っかからなかった。あれガードさせるかさせないかで随分展開違ってきますからね。はい、失礼しました。ダブルに、おっと投げて受け身取っている、避けて、さあ削る、画面端、ああじわじわとベガがダメージを取っていく。さあナイトメアで拾って、さあ投げ返して、垂直、真空を見ていた、セオベが勝利で、ケンさん、ケンさんはガイル、ガイルメガもさっきちょっと見ましたね、ちょっとどなただったか失念しちゃったんですが、あ、そうか、さっき瀬尾さんが、そうですね、瀬尾さんがガイルの時にですね、瀬尾さんは今日はガイルメガ両方やってる感じですね。そうですね、ダブニをもらってしまう。ケンさんは結構やりに来るタイプですからね、やりに来るタイプ相手に要塞タイプのガイルが、ケンさんがガイルですよね。あれ、はい、ケンさんガイルですか、はい、間違えました、です逆ですよ、逆でした、あ、そうか、さっき、そうか、そうか、さっきは瀬尾さんがガイルでした、さっき瀬尾さんがガイルだった、今回ベガン、展開が早い、が入ってさあコパ空振り投げ、瀬尾ベガ勝利でエクスパン、エジットはあります、エクスパさん、リュウ、今カドケンガードしている、アヤハド、さあデビリバ、よくわからない当たり方をしたデビリバースが、避けて、おっと投げているのは竜の方、お、中盤で落としていく、さあお互い、中盤で落としていく、お互い逃げ中盤が
っとヘッドプレス踏まない投げ。あの辺のことはベガ使いは狙ってできるんですかね。どうなんすかね。なんかもっと今かなりいい昇竜拳なんかね、リバサは出ますよ。はい、アッパーのイメージがねすごい強いですけど、そうですね、飛んだ時はアッパーだけどリバサの時は昇竜拳。そうですね、まあ、リバサアッパー出してもしょうがないですからね。そうですね、はい、多分隠してるけど昇竜拳出せるけど、ダウンしてる時はゆっくりこうコマンド入れて。さあまだラウンドを諦めていないぞ。ヘッド波動拳踏んでいく、竜巻、お後ろ落ちた、いいアッパーだったがもらってしまう。つながってはいなかったが勝ったのはセオベガ。はい、セオベガ勝利で続け友田さんですね。ベガベガベガまたベガベガ。友澤ベガ、友澤ベガ今日色が違いますね。そうですね、なぜかグリーンのダッシュカラー。投げてさあ今固めている方がセオベガ、抜けてさあ最高落とせなくて1ラウンド目取ったのは友澤ベガ。投げてさあちゃんと落としていく、しゃがみ大パンタイク、ダブル2小径、ダブル2小径、ダブル2ピオール小中ダブル2。おっと2発目が、さあさあ、友澤ベガ勝利で青木サイクロさん。今のあれですね、ちゃんと完璧なダブルにハメっぽい感じで。そうですね、抜けれなかったですね。ガード捨てれば削られる、クライバピオル。さあこれはベガ来たコーチのしない対決。さあ1回引っかかるとここまで、おっと優しい弾きバニシング。そうですね、弾かなくていいところです。ホバーを後ろに回った、さあいいホバー。今のですね、今のザンギ側は立ちガードする以外ない。ただ立ちガードをしていると下段からのコンボを食らう可能性があるので、一部の人、俺なんかもそうなんですけど、しゃがんであれを食らって我慢するっていう。ホバ、さあ今の今下段重ねましたがちゃんとしゃがんでたんでダメージもらいませんでした。あれを逃げ中キックを嫌がって立ちガードしているとあれをもらってしまうので一発ピオリがある。なるほど、なのでもう逃げ中キック一発くらいは我慢して食らう、多分それが一番いいと俺は思ってるんですけれども。なるほど、続かないってことですよね、はい、もらっても。さあ今重ね損なってましたが安定コードですね。さあ抑えチョップからナイトメアがあった。友澤ベガ勝利。続いてセロテープさん。さあ、セロテープさん2キャラ目もザンギ。はい、同じような色のねグリーンですね、両方ね。セロテープさんザンギ投げる、オーラパンチ対空で落としていくが、上からスクルー、おっと中盤で拾う、地獄好き。お、逆にペガが投げている。ダブルに食い込みすぎた気がするが、ナイトメア。そうですね、言った通り
しゃがみ、逃げジャンプ中キックはねしゃがみで対応してますね、スローテープさん。お、噛み合った。さあ、あんのか、モンデル、スクリュー、ダブル2、コバ踏んで、お、ダブル2を上から潰した。さあ、地獄好き、今度はきっちりダブル2ガードしてスクール。さあどうする。お、ダブルオリが当たっている。なぜかスクリューを透かしている。あ、拾ってめくりが入ったか。うん、残り0と。あー、最後はガクガク投げガクガク投げ友ザベが勝利。はい、カーシュムです。さあ、友ザベガーがスローテープさんにギリギリ勝ちました。今俺の勝ちでよくないわな。なんではめ損なってんだ。やばいでしょ。なんでお見合いしてんの最後。いや、ストマックこすったんだけど、なんかしないけど面白かった。さあ、ほぼ山本さんのチュンリーです。ね、これがこの2人がラストプレイヤーなんで、さあ今連勝数どうなってるのかな、ちょっと確認してみます。さあ、友田ベガが、さあ、チュンリー、チュンリーベガね、はい、ベガが結構難しいですが、おっと、飛行券食らいましたね今。投げすぐそれと。さあ、女の子だから許してあげましょうね。さあ、垂直コキック、強い。あれ DJ のあのジャンプコキックコパンと同じぐらい強いですね。さあ、山本さんがリードしている。さあ、投げにはいけなかったが、あっと、これはやばいぞ。あ、ピオル。さあ、置き攻め、タクは表でしたね。さあ、最後俺ですね。はい、友澤が勝利で、続いてカーシムさんですね。カーシムさんは DJ。 めくりを食らい投げ、おっ、上り空対空。投げていく、刻んで投げていく。オーバーまでガード、一気にガードしている。高速移動で後ろに落ちてからしゃがみ中キックと。ダブル2、ジャックで落としていく。踏ませる、お、ソバットからジャック、そしてまたジャック。最後、あーっと
2周目最後ですね、これでカーシムさん、DJ 勝利。はい、2周目最後の、カーシムさんが勝利したので3周目入ります。3周目は、最初のプレイヤーは、ね、ぬこ侍さん。今日エントリーしていただいた2キャラのうちどちらか好きな方を使っていただいて、カーシムさんの連勝が止まるまでですね。続きます。はい、これちょっと3周目っていうとなんかちょっと紛らわしいので、はい、3周目ではなくて2周目ラストプレイヤーの連勝数決めみたいな感じ、はいはいはい、だからぬこ侍さんは勝ったところでいきなり終わってしまうのでですね、カウントはしないという、はい、はい、ぬこ侍さんはガイルを選択、ね、ガイルとサガットでガイルを選択、ガイル DJ ですね。そうですね、タメキャラのタマキャラ同士というこれ例のあれだとね、イベントだとガイル勝利って話でしたけど、キャラ性能的にやっぱガイルの方が有利だってことなんですかね。いやー難しいと思います。話になったのかどうなのかが分からず、まあ、あの一戦で決まるものでもないんですが。そうですよね、はい、ただまあ下馬評で始まるまではやっぱり DJ じゃないのかみたいな感じになってくるので、 DJ の方向をしのぎきれるのかっていうようなイメージ、ね、今の試合みたいな感じですね。やっぱりなるほど、ソニックがくぐれるっていうところとか、もしくは中足に勝てる DJ のシャガチュー K とかシャガチュー P とか、単純にね、キャラの性能だけで考えてって話ですからね。いやって考えるとやっぱりそのマシンガンがあったりとかですね、うん、DJ の方がって話です。まだ DJ も入っちゃいますからね、どうしても慣れというか、まあまあ、プレイヤー性能というとまたちょっと語弊があったりするんですけれども、その対策とかですね。そうですよね、やり込みというところまで入っちゃいますから、はい、プレイヤーの力まで入っちゃいます。あ、はい、川島さん勝利で、続いて破天荒さんですね。さあ選んだのは龍。川島は当面の目標は、はい、自分と大西さんの残機が連勝して4連勝、そうですね、これを超えてしまえば文句なしって感じですね。これが4勝で止まったりするとまた面倒くさい感じで、何をどうしたらいいかよく分かんなくなるんですが、そうですね、現在の状況が瀬尾さんのベガが5勝で2位が2人いて、青西さんの残機 F と川島さんの残機 F が4勝、そうですね、で今川島の DJ が2勝したところですよね。2勝して挑んでいるのが破天荒さんの竜、まあ、どっちで行きたいかってところもあると思うんですよね。川島と川島と大西さんの3人が同率になったとき、なんかどういうふうに処理したらいいかいまいち分かんないですね。そうですね、まあ、我々で勝手に決めちゃっていいとは思うんですが、はい、ちょっと確認します。はい、川島さん DJ 勝利で、続いて千本さん、千本さん、そうなりました、同率2位がすでに3人いるんですね。これはなかなか面倒くさい感じになってきましたね。これ川島さん頑張っていただきたいですね。そうですね、これ面倒くさいんで5勝以上してほしいですね。そうですね、はい、ちょっとね時間もかかってしまいますしね、はい、改めて言いますと、瀬尾さんのベガが5勝、はい、青西ザンギ、川島ザンギ、友座ベガがともに4勝、4勝、そしてこの川島 DJ も今これ4勝目をかけてるところですよね。4勝目をかけた試合ですね、多分ね、これ勝つと4勝目、さあフォーク DJ はかなり DJ だと言われているので、かなり DJ、 かなり DJ、 そうですね、 DJ は新キャラ4人の中では圧倒的ですよね、はい、多分その4人でキャラ性能を考えたと、
そうですね、まあ、全キャラ、そうですね、キャミー、フェイロン、はい、フォークには強いと思います。ですよね。で、川島さん勝利で、続いてハクさん、ハクさんお願いします。はい、川島 DJ も4勝と。これハクさんは選ぶのはキャミー。いや、川島さんが6勝するまでやりますよ。はい、まあ、5勝だったら 1P2P 決めがじゃんけんになりますし、なるほど、5勝で終わった場合は、まあ、それで終わったらじゃんけんで、川島が勝ち6勝以上した場合は川島に、1P2P の選択権がとか言ってるうちに、先ほど山本さんからのもお話があったように、新キャラ4キャラ同士の中では DJ がかなりイケてるとような気がするだけです。いや、そう思います。ただちょっとあれですね、ダウンさせた後キャミーは細いんでかなり身長いってますね、川島さんさっきから。いやー、でもちゃんと重ねれば別に何も乗らないんで。さあ、起き上がり、まるでコンピューターのように起き上がり、地上マシンガン。はい、さあ、これで川島5勝。もう1試合あります。デンさんお願いします。エントリーしていただいた2キャラのどちらか好きな方でお願いします。で、ここで川島さんが止まったら交渉同士ですね。はい、これで川島も同率1位抜けが決まってるんですけども、これ勝つと単独1位抜け。なんかだんだんあれですね、ワールドカップ見えてきましたね。そうですね。デンさんは竜を選択、まあ、大したじゃないんですけど、川島が 1P2P 選べるようになるかどうかだけですね。おっと、繋げてピヨってしまった。さあ、単独1位、6勝目に向けてリーチ。そうですね。そうすると5勝は瀬尾さんのベガですね。ですね。4勝の方々は残念でしたといった感じ、うん、さあ、おっと、勝利空振りが、被害はなし。さあ、弾を打たずに踏み込みだけで端まで押していったが、なんと運の悪いことに入れ替わってしまう。入れ替わりからまた入れ替わる。さあ、以後はめくりをもらって、さあ、川島6勝で、6勝単独1位ですね。そうですね。そして2位の瀬尾さんのベガと三崎ですね。はい、じゃあ 1P2P は、はい、じゃあ決勝ですね。2位、連勝数1位が、2P 側、川島さん DJ、2位が、瀬尾さんのベガ、ね、ベガが5勝ですね。川島さんが6勝と、はい、1位と2位の三崎で、スピーガーが瀬尾さんのベガ投げていく。さあ、おっと、マシンガン、瀬尾さんが投げるのやめないですね。ね、最後はきっちりアントビからお釣りを入れて、踏んでいく。三段入って、ダブル2、今度は地上マシンガン、マシンガンが強い。さあ、お互いめくりからのコンボが痛いキャラ、お互いスライディングで転ばせるキャラ。そうですね、通常技が DJ の方が若干強い気がするが。そうですね、まあ、ミドルが長いところとかがいいところですかね、うん、X 出始めなんて DJ 使いしかいなかったですからね、みんな。なんかゲーメストで DJ が一番強いって書いたら途端に DJ が増えたみたいなやつですよね。そうですよね、見渡せば DJ ばかり。確かあの青い色のキャラ、青色の DJ がメストの大会で優勝して、さあ、1勝目を挙げたのはセオベガー。さあ、今度川島色を変えてきた、紫色の DJ ですね。さあ、壁橋投げられて暴れるが逃がしてもらえない。さあ、もう一回暴れる、めくり、おっと、そのまま投げてコンボはいらない、ヒット確認投げ。
さあ確認する必要があるんだかないんだかよくわからないですが、はい、壁に詰めて、さあベガ我慢タイム。ベガはここから逃げるとしたらヘッドプレスを出すか、突進技、そうですね、転ばして逃げるか。正面アントリーから逆の端まで詰めていく。そしてゲージを吐かせて、さあうまい、マシンが全部ガード。さあ垂直タイプ、さあ削り切った。何飛びしてもあんなに削られちゃうんですよね、マシンガンね。そうですね、かなりマシンガンが上手だとたくさん削ってしかも不利にならないっていう、なかなかやばい技。ガードバックしちゃいますか。こんなに減ってる、踏んでしまう。さらに遅い球踏んで、はい、さあ川島 DJ1 本取り返す。さあ今度は瀬尾さんが色を変えてきた。お互い何か1キャラずつに色を変えてますね。おっと当て投げ、さあ削って中段上り中継だがお釣りが痛すぎる。削って、踏んでいくに引っ掛けて、発明を引っ掛けた。今の上り切りはバックジャンプ読みですかね。かなり高い位置で出していたので、そうですね、多分逃げるところをかろうとしたのと思いますが、さあめくりの時間が、さあ耐え切って今度はベガの時間。もっと無理やり相打ち取っていく。投げる、おっとお次を間違えたか。しかし大事には至らず、受け身がない。さあアントビからない、当たってしまう。さあ今ガードしたら残ったかどうか微妙な感じだったんで、逃げコパンが何か出したと思うんですが、結構ナイトメア伸びてきますね。そうですね、さあ飛び加藤、 DJ がウキウキピョンピョンしてることを飛び加藤と言います。なぜですか。初代メストチャンピオンの DJ 使いが加藤さんだからです。ああなるほど、はい、平たく言うとフースケさんなんですけどね。あそうなんですか、はい、フースケさんなんですね、はい、多分自分その時のゲームメスト読んでるはずなんですけどね。飛び加藤はメストには乗ってなかったかもしれないですね。完全に記憶がないんですよね、スト2のヨガ本に出してた、乗ってたような気がします。さあ、瀬尾さんが2勝目、2勝目、3本目は瀬尾さん。さあ、またまた川島が色を変えてきました。今度は黒い DJ、 いや黒い DJ とか言ってもあの差別的な発言ではなくてですね、あの服が黒いという話です。もともと黒いですけどね。そうですね、はい、あの僕あのブラックパンサー見たんですけど、やっぱブラックパンサー面白かったですね。スライディングを見てから投げた。さあ上り中パン、あれが引っかかると、さあ高めから打ちゃらしていく。さあ川島防戦一方、さあ無駄なことはせずじっくり打ったヤスラが当たる。さあ削り放題が川島我慢しているので被害が最小限。しかし迂闊なことはできない。そう、時間がなくなり体力も結構減ってきて、攻めなきゃいけないところでサイコクラッシャー。サイコあれ厳しいですね、ガードしてしのいでも体力がほぼ0ドットか1ドットぐらいになってさらに後ろに抜けられてしまうから。さあ上から押さえていく、投げて投げて、さあよくわからない、暴れる。さあないガードしている。あ最後は最後当たって勝ったのは瀬尾ベガ、おめでとうございます。おめでとうございます。駒
メントもらいます。瀬尾さん、瀬尾さんおめでとうございます。一言よろしいですか。一言だけ、一言だけ。楽しかったです。ありがとうございます、はい、楽しかったですということで。あ、なんか今瀬尾さん最後なんかあれですね、あのゆうべがさん、はい、今日はいないんですかみたいなあ、そういう風に聞こえました。聞こえました。あ、なるほどなるほど。あれゆうべがくん、ちょっと僕今聞こえてなかったんで後で、ね、録画チェックしてみます。あ、そうですね、アーカイブで見てみて、はい、多分言ってたと思うんですけど、はい、あれってゆうべがくんどうしちゃったのかな、今日来なかったけどって言ってたような気がします。なるほどです、ね、はい、はい、セロテムさんはそう聞こえたと。聞こえましたね、ということですね、はい、わかりました。というわけでまあ、はい、いろいろありましたが6月29日、はい、第81回、はい、四季の細道優勝は、瀬尾さんのベガでした。おめでとうございます。おめでとうございます。でこの後は野試合ですね。そうですね、配信台は野試合を流していきますので。あ、そうだ、で、あの、はい、ここのイベントじゃないんですけれども、はい、あさって小物道なんかありますよね。小物道、あー、そっか、1週目の月の1週目の日曜日でしたっけ。なんかそういう決まりがあるかどうかわかんないですけど、とりあえず第2回は7月が V3 なんですよ。でその後に、あ、その後にやる、うん、なるほどなるほど。荒川区の方のね、はい、あれですよね、なんかバイソン、フェイロンの、バイソンの方とフェイロンの方ですね、はい、はい、なるほど、10先があるということで楽しみですね、はい、皆さんね、興味あればぜひ現地に行ってみるもよし、はい、よし。あれリアルタイムで見れるんですか、ね、配信してるんじゃないですかね。なるほど、はい、配信を見るもよしで、よしと、楽しんでいただければと思います。はい、はい、で本日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あ、あとあれですね、実況ですね、はい、実況、はい、実況、実況、はい、やっぱ我々もねちょっと気は使って言ってるもののなかなかこ う, そ う, です、ね、うまいことできなかったり できたりできなかったりでね、はい、ありますんで、皆さん温かい目で見ていただけるとね、ドキドキしちゃうね、はい、はい、そうですね、そんなビシッと言われるとね、痛いところを疲れると ね, ね、はい、そう、無理やり喋ってますからね、インターネットとかに名前が出ないことを祈りましょう。そうですね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
Bison in!
Hold on fire!
あ、はい、こんばんは、お疲れ様です。ということで、23時になりますので、この試合、今週の放送を最後にいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また来週も同じ時間で、配信やりますので、そちらもよろしくお願いいたします。では今週もお疲れ様でした。また来週もよろしくお願いいたします。失礼いたします。